皆さんこんにちは。教育 ICT の実践とノウハウをお届けする IT チャーズ TV、 教育 ICT コンサルタントの小池です。玉川大学の小坂井です。さて小坂井先生、はい、前回から田園調布双葉中学高等学校の小林純一郎先生にお越しいただいてるんですけども、ワークショップ形式を導入した、情報化の授業、非常に面白い取り組みでしたね。非常に面白かったですね。こう ICT を勉強するっていうのと、こう ICT で勉強するのっていうのは非常にこうバランスといったものが大事だと思うんですけれども、その ICT で勉強するといったようなところでいうと、ワークショップとかでやっていくと非常に深い学びができるんだなと思いました。そうですよね。で、前半でも少しデジタルペンとかご紹介いただいたんですけども、さらに後編ではワークショップ型の授業を実践する上で使えるツールなんかをご紹介いただけるそうですよ。やっぱツールとかをね、我々も知りたいですし、そういったところから初心者というか、これからやろうとする人たちの重要な示唆とかいただけるような感じがしますよね。非常に楽しみにいきたいと思います。それでは後編ご紹介いってみたいと思います。ゲストスピーカーは前回に引き続きまして、田園調布双葉中学高等学校の小林純一郎先生。プレゼンタイトルは ICT を活用したワークショップ型授業の作り方です。小林先生、お願いいたします。どうぞ。田園調布双葉中学高等学校情報科担当しております小林純一郎と申します。 ICT を活用したワークショップ型授業の作り方ということで、前回はですね、デジタルペンについて、説明させていただきました。今回はですね、このような形で、まあ昨今ですね、スカイプとかアピアインとかですね、遠隔地をつないで、行う授業も、結構スムーズになってきております。このような実際に、まあ、企業の方とかですね、あと他校さんですね、まあ海外の場合もありますけれども、実際に集まることができない場合、まあ画面だけのやり取りだとですね、スムーズにならないこともあります。なので、その画面のやり取りプラスアルファで、それを補完するようなツールを今日は2つ紹介させていただきます。共有掲示板のエイピスノートとですね、SNS のクリエイタブルズ、この2つを今日は紹介させていただきます。まず、エイピスノートなんですけれども、まあ、これは共有掲示板なんですが、特徴としては、付箋に、書き込むことができるんですね。で、これはですね、ある企業の方と連携して、企業の方が来られない時に行った授業なんですが、黄色にアイデア、緑に、質問、そして赤が回答というように色を分けてですね、このような形で黄色に何かこう文字を打ってですね、ポンと押すと付箋がこう貼られるような感じなんですね。で、黄色にまあこう意見があります。で、緑にですね、このような形で質問というような形で質問があり、で、赤で回答をというような形で赤を選びますと回答と書いてですね、このような形でどん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 付箋が出来上がるようになります。で、これがですね、実際に生徒が行ったものが実際これぐらいな形になるんですけれども、じゃあ具体的にですね、どういう経緯でこれが出来上がったかということを見ていきたいと思います。このような形で最初は何もないところからですね、生徒がどん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 意見や質問を書いていきます。で、それに対して遠隔地にある、企業の方がですね、その質問に対してどん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 赤い付箋でですね、回答を書いていきます。で、それに対してまた生徒がですね、さらに質問を、かぶせたりですね、実際にお礼を言ったりですね、そのような形で実際に企業の方が来られないケースでもこのような形で共有することができるわけです。まあ使い方としては、例えば他校の方と色を分けて、付箋を貼っていくとかですね、様々な使い方が可能になってきます。まあこれが生徒の意見一覧ですね。で、その後、このような形で生徒の質問に対して回答を行った具体例になっております。これ教育機関系でですね、無料で使えますので、ぜひ、活用していただけるといいかなと思っております。もう一つがですね、SNS、クリエイタブルズなんですけれども、これはクリエイティビティに特化した子供たちが使える SNS でですね、まあ、絵とか音楽、動画などが共有することができます。具体的には、このような形でソフトウェアの種類ごとにですね、分類されておりまして、ここではですね、フューアニメーションというですね、クレイアニメーション、要はコマ撮りのアニメですね。これを実際に共有して、これが実際に生徒が作った例なんですけれども、
これをクリックするとですね、実際に再生ボタンを押します。あ、これバブルっていうのがですね、いいねボタンの代わりなんですが、いい作品にはこのような形でバブルがいっぱい押されるわけですね。で、実際再生ボタンを押すと、動画が共有されて、このような形で動画を見ることができるという形になります。もう一作品、これが結構バブルが多かった例なんですけれども、まあ、ピザが作られている様子をクレイアニメーションで、作っているというものです。で、あとはですね、これは 3D のソフトで作ったものなんですけれども、実際に 3D のソフトが、その見る側に入っていなくても、ブラウザの中でこのような形で 3D も動かすことができるというツールになっております。これはですね、マインクラフト上でクリエイタブルズのですね、作品を共有するというワークショップで行ったものです。まあ、この場合は、まあ、海外の方も参加してくださりですね、実際に、マインクラフト上でこのような形で美術館のようなものが作られているんですけれども、そこにクリエイタブルズの作品を貼っていくというような情報共有の仕方を行いました。このような感じですね。ということで、今回ですね、こちらの、エピスノート、クリエイタブルズ、そして前回はオープンノート、すべて共有することができるツールです。まあ、最終的にはワークショップどのようにデザインしていくかは、そのワークショップの内容が一番重要なところなんですけれども、それを保管するこのようなツールを活用することで、情報を共有することが効率よく、そして生徒の表現、生徒の考えを引き出して、それをうまく、することが可能になります。いろいろな他校さん、そして企業の方と連携してですね、このような事業を展開していきたいと思っておりますので、もし興味のある方はですね、こちらの連絡先ですね、に連絡いただけると幸いです。ということで、これからもワークショップ型の事業をいろいろ展開していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。以上です。教育現場で使えるネットサービス活用講座、担当するのはデジタルハリウッド大学の小松です。よろしくお願いします。はい、本日、紹介したいのは、こちらのサービスです。はい。はい、株式会社ヌーラボさんですね、3つの、サービスをですね、概要をちょっとね、紹介していこうかなと思います。はい、バックログという、サービス、こちらの一応キャッチフレーズになってますが、まあ、チームで働くすべての人に、タスク進捗、優先順位や明確にプロジェクト管理ツールと、私はですね、実際大学以外で企業で勤めているんですが、まあそこでも実際によく使っているツールです。はい。まあプロジェクトの課題管理をですね、使うツールなんですが、まあ以前に私の方で紹介した、まあグループウェアと、まあそういったものに近いものだと思います。使っている感覚です。いろいろ私、グループウェア使ってきた中では、まあ一番使い勝手がいいですね。直感的に非常に使えますし、誰が何をしている、何をできていないとかですね、ガントチャートっていう、チャートみたいなものも非常に見やすいですし、ファイル管理においてはですね、Git やサブバージョンといったですね、ファイルを管理するシステムも一応ありますので、非常にいいんじゃないかなと思います。はい、本のサービス、架空ですね、こちらの方はですね、よいしょ。はい、クラウドのですね、作成、クラウドベースの図形のね、作図ソフトです。まあ、フローチャートとかですね、ワイヤーフレームとか、まあ、こう、線をね、引っ張ったりとか、まあ、自分でこう、説明する図なんかを書いたりするのに使います。こちらもですね、コラボレーションするような、こともできますし、まあ、私なんかは、まあ、ウェブサイト制作をしてますので、こういう、そうですね、サイトマップであったりとか、まあ、だいたいこう、画面遷移図であったりとか、まあ、そういったものをですね、使うのに使っています。はい、フリープランではですね、一応6枚まで作図できますので、まあ、実際どういったものかをですね、試してみるのもいいんじゃないかなと思います。はい。で、去年ぐらいに出たんですかね。タイプトークというですね、こちらも、ビジネスチャットツール、です。まあ、いわゆるチャットツールなんですが、まあ、トピックの作成が非常に、柔軟だなというふうに感じました。いわゆる何かをですね、プロジェクトで進めているときに、まあ、チャットで、会話をすると、大体ですね、情報がバーッとこう流れていってしまうケースが多いです。で、非常にこれ手軽なんですが、まあ、トピックをこう、それぞれに使い分けたりとかですね、それからトピックごとにその参加者を分けたりとか、まあ、既存にあるツールに近いことができるんですが、まあ、今使ってきた中では非常にまあ、僕の方は使いやすいなと。
で、先ほど紹介したバックログとも連携できますので、ここで雑談した内容を一つまとめてですね、それをバックログの方にこう乗っけて、まあ、それで記録していくと、まあ、プロジェクトの管理と、まあ、実際にその話した内容とかがですね、リンクして、まあ、記録に残せるなという感じが、しました。はい。私の方でですね、まあ、会社の方でいろいろと、まあ、こういったツールを使っているんですが、まあ、非常にこう、インターフェースをですね、まあ、見直したりすることをよくしていて、非常に使いやすいインターフェースだなというふうに感じております。はい。で、まあ、どのツールもそうなんですが、まあ、使い勝手が非常にいいんですが、やっぱりこれ使い方、やっぱり次第でいいとも悪いと思います。特にバックログなんかはやはりビジネス用に作られてますので、教育関係でね、使うとなると結構機能が、最初多く感じてしまうかもしれませんが、まあ、全部使う必要はありませんので、実際に誰が何をやったかという管理をするだけでもですね、非常に使い勝手があるのかなというふうに思います。で、そこをですね、うまくやるのは、ルールの策定者、それから使用者をですね、明確にしてもらって、ガイドラインを作成してもらうと非常に有効に使えるんじゃないかなと思っております。今日は以上になります。はい、はい。ということで、2週にわたりまして、田園調布双葉中学高等学校の小林純一郎先生のお話、お伺いしたわけですけども、いかがでしたか？私のゼミの方なんかでも、外部の方と一緒にこう情報共有したりだとか、まあ、来ていただくなんてことをやるんですけれども、やっぱり日程調整だとか、ああいったような言葉あったりもするので、継続性といったところは非常に難しいところが大きいんですけれども、ウェブソンサービスを使うと、そういったものもクリアできるんだなっていったこととかが、本当そのままよく分かったので、大変勉強になりました。まあ、今回のプレゼンの中でも、共有掲示板のエイピスノート、実際、企業の方来られない中で、こうやって質問と回答のやり取り、どんどん生徒の思考が引き出されていくって、あれ使えそうですよね。そうですね。ずっとこう流れてる動画なんかも見てると、あ、こういう過程でやり取りしてるんだなっていうのが分かったんですけれども、やっぱりこう考えを引き出すっていうふうにおっしゃってたりしたんですけど、やっぱりこうコミュニケーションの中からこう考えが出てくるっていったのは、そのままの目に見えるような感じでしたよね。そうですね。まあ、SNS だとどうしても流れていっちゃうんですけども、それがまあ付箋の形でこうやってどんどん広がっていくんで、こう一覧して他の生徒たちの意見も見れるっていうのは非常に大事なのかなって気がしました。本当そうですね。はい。といったところでお時間になってしまいました。IT チャツ TV は毎週水曜日の夜に配信しております。ぜひ YouTube のチャンネル登録をして来週もご覧ください。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。番組 MC は教育 ICT コンサルタントの小池と玉川大学の小坂井でお届けしました。 See you next week.